さっきの写真が、だいたい今から85年ぐらい前の写真です。で、今日が2022年の1月の18日の火曜日です。あれから85年後の4人の兄弟。まあ4人って言っても3人なんですけどもね、揃っていただきましたので。じゃあまず写真の右側にいる順番通りでいきたいと思います。まず一番右側が、一番上のお姉さんですね。4人兄弟の一番上のお姉さんの、とし子おばさんです。じゃあ、何か一言お願いします。明けましておめでとうございます。ああ、もう正月じゃないですけど。でも可愛いよね。あ、まあまあ、1月ということなんでね。はい、じゃあ、よろしくお願いいたします。はい、とし子おばさん今もう95歳になりまして、はい、まだまだお元気なんでね。はい、いつまでもね、お元気で。よろしくお願いいたします。いてください。はい。で、その次に映っていたのが、ですね、4人兄弟の中では、まあ一番下になるですね。高志おじさんです。高志おじさんは以前箱根の動画で映っていると思うんですけどもね。高志おじさんも90歳になりましたけど。高志おじさんなんか一言。はあ、本当にいろいろご苦労さんですね。はい。こういうね、珍しいことやっていただいてありがとうございます。はい、ああ、いえ、とんでもないです。もう高おじさんもとってもね、大変優秀な方でですね。いやいや、もう高学歴でも大変な方なんですけども、ね。はい。高志おじさんでした。で、ね、次、3番目にも映っていた、右から3番目、左から2番目に映っていたのが、育子おばさんですね。4人兄弟で言うと2番目になるですね。育子おばさん今もう94歳になりましたけど。で、育子おばさん何かしら。年は、誰かにあげたいくらいです。ああ、もう育子おばさんもとっても元気なんでね。はい、とってもいいですね。ありがとうございます。はい。で、そしてですね、もう一人ですね、実は兄弟、4人兄弟いましてね。はい、4人兄弟で、まあ実はですね、これがですね、4人兄弟の、まあ、順番で言うと3番目になりますね。昔の写真で言って一番左側に写ってたんですけどもね、これがね、うちのお袋です。はい。生きていたら92歳だったんですね。4年前にもう亡くなってしまったんですけどもね。まあ、これが今、お袋。会いたいわ。ね、会いたいですけどもね。はい。な感じで、まあ、お袋は今こういう写真になりましたけども、まあ、このようにもう一回やりますね。で、生駒さんこっちを見て。皆さんこっちを見ていただいてよろしいでしょうか。はい、こんな感じでですね、85年前の写真から今ですね、85年後今2022年の1月18日はまあこういう感じでですね、兄弟お袋以外の兄弟3人は今とても元気。そうですね、そうですよね、はい、4人ですね、兄弟4人、はい、みんなこんな感じでですね、元気なのでですね、はい、もういつまでもお元気でいてくださいということですね。で今ね、まあこんな感じ。僕から見るとおば、とし子おばさん、育子おばさん、高志おじさんになります。今こんな感じで今4人、お袋も入れて5人でね、今こうやって撮影しています。じゃあ改めましてですね、本日はね、いろいろとごちそう、ご視聴、ご視聴じゃないですね、はい、ご視聴ありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録をね、してチャンネル登録と高評価をしていただけると僕は喜びますのでね、おばさんとおじさんも喜びます。はい、というわけでね、本日はおじさんとおば様方ご協力いただいてありがとうございました。というわけで、ね、失礼いたします。またよろしくお願いします。